ジャクリーヌ・ド・エノー、ジャクリーヌ・ド・エノー、フッツ、ジャックリーヌ・デノまたは、ジャックリーヌドー・ド・バビエル、同、ジャックリーヌ・デ・ボベア、1401年8月16日から1436年10月8日、は、エノージョハ白、ホラントジョハ白、ゼーラントジ女白、在イ、1417年から1432年、オランダ5名、ヤコバ・ファン・ベーエレン、コバ・ファン・ベーエレン、 シモバイエルンイコール・シュトラウィング公、ビルヘルム二世、エノークとしてはギオーム四世、コラントハクとしてウィレム四世、ゼーラントハクとしてウィレム五世と、マルグリット・ド・ブルゴーニュ、ブルゴーニュ公フィリップ二世、ゴータン公の娘との間に、ルケスノは、ルクエシュノイ、ゲンフランスリオフランドル、ノール県の町の城で生まれた。一人娘であったジャクリーヌは、わずか五歳で、 フランス王シャルル6世の4男、トゥーレーヌ・コージャンと婚約した。幼い二人は、ジャクリーヌの生まれたるケスノアで良い教育を受けた。1415年8月、14歳で、ジャンと正式に結婚した。同年12月、ジャンの兄で同ファン、王太子のルイが急死したことから、ジャンが同ファンとなった。しかし1417年4月、ジャンはコンピエーニュで急死した。 続いて、同年5月、ジャクリーヌは父を失う。ジャクリーヌが、エノハ博、コラント博、ゼーラント博を継承するのは周知の事実であったが、父方のおじにあたるリエージュ司教及びバイエルンイコール、シュトラウビンク公である、ヨハン三世が反対した。しかし、コラント博領はジャクリーヌを支持した。1418年、ヨハン三世の義兄で、ジャクリーヌの母方の叔父である。 ウルゴーニューコージャン1世、ムコワ公は、自身のおいで、ジャクリーヌの重邸である、ブラバント公、ジャン4世の政略結婚を計画し、同年4月にジャクリーヌは、ハーグでジャン4世と結婚した。親族であることが考慮され、ムコワ公が、ローマ教皇マルティノス5世の許可を得た上での、結婚だった。ジャン4世はジャクリーヌより年下で頼りなく、結婚生活は幸せではなかった。 この時期、絶え間なく続く、ヨハン三世との領土をめぐる争いで、内戦へ突入しようとしていた。1419年に、いとこで、ムコア公の息子フィリップ三世、全領校の仲介で一度和議が結ばれるが、ヨハン三世とのかいは、彼が死ぬ1425年まで続いた。ヨハン三世との確執で、夫からもブルゴーニ公女である母からも指示が、 得られないと悟ったジャクリーヌは1421年にイングランドへ亡命した。そこで彼女を迎えたのはイングランド王ヘンリー5世の弟、グロスター公ハンフリーであった。無力な夫との結婚の向こう1422年に対立教皇ベネディクトゥス13世から認められ、ジャクリーヌは同年にグロスター公と再婚した。1422年。 ヘンリー五世の旧姓によって、グロスター公は、老いのようをヘンリー六世のご国教となった。ジャクリーヌは、自身の領土の回復を夫に願ったが、状況が変わってしまう。1424年、ジャクリーヌは、グロスター公との子を流産する、生涯4度の結婚で、唯一の子であった。1425年1月、ヨハン三世が毒殺されたが、 死ぬ前の1424年4月に全領公を相続人に指名したことで、大二名分を得た全領公が、ジャクリーヌの領地を含めたネーデルラントをめぐり、グロスター公と戦うことになった。1424年10月、グロスター公は軍を率いて、カレーへ上陸、北上して、エノを占領した。ところが、ブルゴーニュがイングランドの同盟国だったことから、 イングランドブルボーニュ間の政治的対立同盟の決裂、ひいては百年戦争でのイングランドとフランスの戦闘で重大な妻好きになることを恐れたグロスター公の兄ベッドフォード公ジョンがグロスター公の制止に動くと彼は妻の抱える問題から距離を置くようになった。勝ち目のない戦いを続ける妻をグロスター公は見捨て、ジャクリーヌは モンスの工場船の後、ヘントの城で全領公によって逮捕された。ジャクリーヌと彼女の領土に関心を失った、グロスター公は1425年4月にイングランドへ帰国し、妻の助官であったエレノアコブハムを愛人とした。囚われのみであったジャクリーヌは断層して、遊兵先からの脱出に成功した。グロスター公は1425年12月に24隻の 艦船2000人の兵士を送り込んだ。ゼーラントの諸都市は抵抗の準備をしてなかったが、同盟を尊重する、ベッドフォード港から通報を受けた、全領港が、自家チブルゴーニュ軍をゼーラントへ、派遣、年が明けた1426年1月に、イングランド軍は、ブルゴーニュ公軍の前に会えなく敗退し、ゼーラントを全領港が獲得した。1428年、 教皇マルティノス5世はジャクリーヌは未だ、ブラバント皇、ジャン4世と結婚しており、グロスター皇との結婚は無効であるとした。これによって、結婚の義務から解放された、グロスター皇は、愛人エレノアと正式に結婚、ネーデルラント獲得を諦めた。何の後ろ盾も亡くなったジャクリーヌは、自分の領土の復活は、不可能だと悟り、7月に、 デリフトで全領公との和議に応じた。彼女は、エノー除白、コラント除白、ゼイラント除白の称号は保持したが、支配権は全領公に帰することとなった。また、ジャクリーヌが子供のないまま死んだ場合、全領公が白衣を継承するものと決められた。そして母と全領お及び三白料の同意なしに、ジャクリーヌが結婚することを禁止した。この条約により、 ジャクリーヌは期待していた以上のものを得た。彼女は幼年時代から白漁の支配者であったが全漁港が鋳造した効果に初めてジャクリーヌの肖像が刻まれたのである。これは彼女を支持する一部のものが与えた揺るぎない地位であった。しかし今や彼女の生活は空虚なもので稀にしか白漁を旅することはなかった。1430年。 全領校は、ジャクリーヌの資産を託していた、ボルセレン教、フランク、エ、ホラント伯領、ゼーラント伯領を抵当に入れた。彼はかつて、ジャクリーヌの敵の一人であった。しかし、ジャクリーヌとボルセレン教は1432年に、秘密裏に結婚し、ブルゴーニュ支配に抵抗して、ホラントで反乱を計画した。全領校は、ホラントを制圧し、 ボルセレン教を牢へ放り込んだ。ジャクリーヌは全領公の要求に応じて、自身の所領をすべて放棄したことで、全領公は彼女を自由の身にし、ボルセレン教との結婚を許可した。もはやジャクリーヌは、夫の所領で、引退同然の暮らしを強いられ、生まれながらの称号である、バイエルン公女、コラント博女、そして全領公からボルセレン教へ授けられた称号。 オーステルバント伯爵夫人として知られる存在であった。1434年3月、ジャクリーヌはボルセレン教徒教会で結婚式を挙げた。名目上の伯爵医しかない晩年であったが、ボルセレン教徒の結婚は幸福であった。しかし1436年夏、ジャクリーヌは重病にかかり、同年10月8日に定輪返上で急性した。肺結核であったとされる。 彼女には子供がなかったため、爵位及び白漁は全良港が継承した。ボルセレン教は妻の死から34年後に死んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。